KTube をご覧の皆さん、こんにちは。モータージャーナリストの竹岡圭です。暑いってなんかね、もう暑いって口に出して言いたくなるぐらい夏来ましたね。そろそろ梅雨明けるぐらいの時なんです、実はね。今ね、まあ本当に暑いですけれども、まあそんな中、今日ご紹介したいのは、まずこちらパサートバリアントがここにいます。でパサートっていうとですね、フォルクスワーゲンのラインナップの中では今一番上ですね。フラッグシップモデルと言えばいいでしょうかね。でパサートのセダンがあって、パサートのバリアントがあって、パサートのオールトラックというのがあるというね、大きく分けるとボディタイプが3つあります。そのうちのこれがバリアントですね。で今回ね、実は、2015年にフルモデルチェンジされたものの、4月に行われたマイナーチェンジ後モデルでございます。なので、まあ、そんなにね、見た目大きく変わったかっていうと、いやそうでもないんですけれども、もともとねパサートっていうのは実はクロート好みのモデルって言われてまして、乗るとすっごい乗りやすいの。だからもうね、すごい2が選ぶモデルと言っていいと思います。ちょっとねそのあたりをご紹介していきますね。これパサートどれぐらいのサイズかって言いますと、全長が4785、この5ミリがね今回マイナーチェンジで大きくなった分でございます。まあちょっとしたデザイン違いみたいなもんですよね。ただこれ全幅が1830、そして全高は1510ということで、大体のね立体駐車場入るんですよ。これがね便利なね、ちょうどいいサイズだと思うんですよね。でこれタイヤは、2354518ついてますけど、最小回転半径がね 5.4 しかないんです。すごい小回り効くんですよ、この図体の割にね。で室内も広いんですが、なんて言ったってラゲッジ、ちょっと見ますか。お、ロゴが変わりましたねこれね。はい、でこうパサートって真ん中に入りましたね。最近多いですね、ここに名前書いてあるやつ、パサートとかね、ゴルフとかね。でこのまあワーゲンのエンブレムもちょっとスッキリタイプの形になりました。でね、ここ、こうやってやるとね開くんだよね、フォルクスワーゲン。おお、広っ、これは広いよ、ちょっとこれは広い、これびっくりするぐらい広い。でこれどうせ取れる、うん、そっちも取れるとなると、ゴルフバッグこれ横に入るな、これすごいな。この下どうなってんの、おー深い、これはまあねスペアタイヤ入れたりするスペースですけど、深いねこれね、はは。さらにね、ちょっと待って、私の荷物下ろさないとできなかったわちょっと待ってね、これをちょっと、はい、私の重たい荷物出しますよ、出しましたよ。何がやりたかったか、ちょっといいですか、いきますよ、じゃーん、はい倒れた。じゃあこっちもね、はい、いきますよ、じゃーん。どう、こうめちゃめちゃ広くない、このちょっとこれも取った方がいいよね。あ、結構簡単に取れるわこれ、ほら、あ、もう一個あった、あれドッグネットだね。こっちはトノカバー、今私外したやつね。あっちはあのいわゆる後ろにワンちゃんとかを乗せた時に前ね飛び出してこないようにするドッグネットちゃんです。いやーでもやっぱりさすがの収納力だよね。ちょっとこれね、数値的にはですよ、一応お知らせしておくと、5人乗車、フル乗車で650リッター、鉱石全部倒した時、今これですね1780リッターということでね、これは引っ越しできるわ。いや私ねゴルフでも引っ越しできると思ったけど、パサートだったらちょっとね 3LDK はいけるねっていう感じ。それぐらい広いわこれ、はあ。パサートってね、ほんとね荷物は積めるし、で小回り効くし、でもボディサイズはさ駐車場とか入りやすいし、ですごい便利だと思うのよ。でもねこういうことをやろうとすると広い分ね乗らないと、あでもすぐできる、これ結構大変なんだけど簡単だな。あらこんなところまでフォルクスワーゲン、さすが考えられてる。あ、ちゃんとねこれついてますよ。ってことはこれもし足で開くのかな、やってみますか。もしかしたらこれ足で開くのかなと思って持ってきましたけど、よっ、どう、開いたよ。しかも今ウィンカーがシーケンシャルで流れましたよ。ごめん見くびって、
うわ、すごいじゃん。で、なんかこれさ、ここに閉まると A って書いてあるんだよね。これもしかしてあれかな。ちょっとやってみますよ。足やりました。私離れます。荷物持ってます。大変です。ほら閉まった。すごくない？お利口。いや、やっぱりね、パサートって賢いよね。すごいクレバーな車だと思います。で、これ私パサートって、この現行のマイナーチェンジする前のパサートと、あと兄弟車種のアルテオンって、あそこで乗ったんだよな。ドイツからチェコまで行ったの。すごく乗りやすかった、まあ、そんなすごいいい思い出があるのでとってもいいんですけれども、あの時はね、パサートもすごい速いぞモデルがあって、パサートバリアントのね、ツインディーゼルターボみたいなね、バカみたいに速いモデルもあって爽快だったんですけど、今回日本に来たのは 1.5 リッターのガソリンと2リッターのディーゼルです。で、こちらはね、今日 1.5 リッターのガソリン、1.5 リッターで大丈夫なんて思うでしょ。で、数値から見るとね、そんな150馬力とか思っちゃうかもしれないけど、乗ると結構力強いのでね、そこはちょっとこの後お話したいと思いますが、実はね、全然関係ないんですけど、この前、うちのシロッコアールちゃんをね、ちょっと点検に出した時に、台車でですよ、パサートのセダンのディーゼル借りたんです。貸してくれちゃったんです。まあそれもね、とっても乗りやすかったのと、あとね、とにかく燃費が良かったね。その時ね、たまたま2週間から行ってたのかな、結構遠くまで行ったんですよ。小淵沢行ったり栃木行ったりとか結構ね行って、で1回満タンでね1000キロ以上走るの実は。で、燃料入れてみたらね、20弱ぐらい行っちゃって、結構普通に乗ってたのにちょっと驚きましたけど、まあまあそんな話置いといてね、じゃあこれ車ちょっと乗ってみたいと思います。さて、今走り出しましたけども、うわ、入道雲だよ。夏ですね。これ私知らないうちに梅雨明けたのかな。どう考えてもこの感じ、真夏だもん。すごい入道雲。うわー、なんか気持ちはいいですけどね、とってもね。さて、でですよ、このパサートバリアントなんですけれども、まあ荷物がね、よく積めるということをお話ししましたが、こうフォルクスワーゲンの車だけあって、決してカビではないです。カビって、ね、華やかに美しいのカビね。カビじゃないよ。はい、喋り言葉って難しいですね、日本語ってね。そうなんです、決してカビではないんですけれども、品はある。そこがいいとこだと思います。で、今回ね、ちょっと残念だったのは、前パサートってアナログの時計ついてたんですけど、それがね、なくなっちゃって、今回パサートってね、後ろからこうバックライトで光るお名前表示になったんですよね。で、まあそんなに言わってくれなくても分かってるからっていう感じもね、なきにしもあらずだったりもしますけれども、まあちょっと個人的に残念だったのはそこかな。でもあとは本当にね、シックにまとめられてて、とてもいいんじゃないかなと思います。おお、キジだ。あ、びっくりした。キジさん帰ってきましたよ。いや、桃太郎みたいに連れて歩かなきゃいけないのかなと思いましたけど、はい、よかった。1.5 リッターターボのね、 TSI エンジンを搭載してるんですが、パワー的にはですね、250ニュートンメーターというね、トルクが結構ありますので、こういったね、バリアントとかやっぱり荷物のグラムはね、やっぱトルクが大きい方が使いやすいと思いますから、はい、そのあたりは十分です。で、まあね、ディーゼルエンジン TDI っていうふうのね、エンジンになりますと、これがね、また、TDI エンジンは400ニュートンメーターということでね、馬力は190馬力っていうことなんですけれども、そちらだとね、こうよりなんだろう、荷物積んだ時とかもすごく力強かったし、意外とね、こう伸びやかなね、ディーゼルエンジンだったんで、まあディーゼル大好きな私としても、まあ、そちらも捨てがたいかななんてね、思ったりもしましたけどね。今度こっち行ってみようかな。でもね、やっぱりガソリンエンジンはガソリンエンジンの良さってあって、やっぱ気持ちよくね、軽く回ってくれるんですよね。
から警戒感とかそういったものはやっぱりね、ディーゼルエンジンよりもガソリンエンジンの方が上だと思います。頭周りもね、ガソリンエンジンの方が補給類って言ってね、部品が少なかったりあとエンジンの作り方がちょっと違うんで軽いんですよね。なのでよりハンドリングの軽快さなんていうのもあります。まあかといってね攻める車ではなかったりするんですが、実はだけどパサートってねただおっとりちゃんだけじゃないんですよ。なぜかと言いますとあれですよ、昔はねパサートのすごい速いぞバージョンみたいのも日本にもあったんです。で、まあ、海外にはね今もツインディーゼルターボエンジン搭載なんていう本当にめちゃ速いやつがあったりとかするので、本当にスポーティーにもねガンガン走れるだけのポテンシャルの高いモデルなんですけれども、まああえてね、今回は、セダンとバリアントとあとオールトラックっていうちょっと SUV、地上高がね若干高いやつ行き止まりになっちゃうかね、はい、がありまして、あるんですがなんて言ってたらちょっと、ね、行き止まりになりましたんでいい感じでちょっとこれ U ターンしてね見てねどれぐらいのあれかっていうのをちょっと皆さんにお見せしようと思いますけどね、ここでちょっと振ろうかな。よよよよよ、かなり狭いぞここは。行けるかな。車的には結構ね長さはありますからね。でほらカメラついて上から見えるからねこういう時便利ですよね。このカメラっていうのを一回味わっちゃうとさないと不安になるよね。お、自動的にブレーキかかった、すごいな。自分のねもうちょっといけるぞよりもね車の方が先に反応しましたけど、今みたいに障害物があると自動的にブレーキかけてくれますから、こんな全長がね長い車だと取り回しできるかななんて思ってらっしゃる方も意外と不安なくいけちゃうんじゃないかと思います。でね今日ちょっとご紹介できなかったっていうかね、借りようとしたら車予約でいっぱいだったんで取れなかったんですけど、パサートオールトラックも私結構好きなんですよ。なんだろう SUV っていうほどね地上高高くないんだけどちょっとこう高いゆえのゴツゴツしたところも行っちゃえるような安心感、これねやっぱりねいいと思うんですよね。なので、そういったところをね皆さんのライフスタイルに合わせてねチョイスしていただけるととてもいいんじゃないかななんて思っております。でも本当乗り心地もいいでしょ、ここすごい路面荒れてますね。あれかな地震とかなんとかの影響のあれでしょうか、もうだいぶ前のことにはなりますけれども結構ね今路面荒れてるところもありましたけど、でも結構上手にね収束性もよくで最初のアタックの当たりも柔らかくうまくこなしてくれましたね、さすがです。そして私は今これねどこにいるのか若干分かんなくなってるんですけど、まあぐるぐる回ってればねそのうち帰れるかななんて思って走ってますが、あこっちですね、はい。矢印って万能だよね、世界共通素晴らしい、はい。じゃあ今度こっち行ってみるか、結局まだ行くんじゃんみたいなねっていうのはね疲れないのパサーと思って、やっぱりねある程度空間的広さのある車って長い距離乗ってても疲れないんですよね。で視界もいい、小回り性も効く、でこうハンドル切ったら切った分だけちゃんと動くっていうなんかねフォルクスワーゲンのそのあたり質実貢献的なところちゃんと備えてますので、派手さがない、まあ、カビじゃないのでなんとなくね選びにくい車っていうか、なんとなくこうどれにするって言った時に候補に上がりにくい車かもしれませんが、実際乗るとですね本当にとっても乗りやすくって、使いやすい車だと思います。この前2週間付き合って本当心底そう思いましたんでね、ぜひこのサイズのね、車気になる方はね、ちょっとチェックしてみるといいかなと。実際試乗するとその良さ分かったりしますので、ちょっとねディーラーさんで乗られるといいかなと思います。じゃあなんでねそんだけ褒めてるのにお前は選ばないんだよって言われそうですけれども、これ私一人で毎日乗ったらちょっと広すぎるでしょなのでやっぱそこはねライフスタイル考えて、そこまで荷物積まないしワンちゃん飼ってないしさ、まあここまで大きくなくてもいいかなということでね、私はまあゴルフサイズ、はい、16個あるのでま
ライフがより充実してね、楽しい毎日が送れるんじゃないかななんて思います。